祇園水門は、広島県広島市の大田川を仕切る水門。この付近で分かれる旧大田川を仕切る大島水門と連動する水門であり。ここでは、双方ともに説明する。広島デルタ町付近にある水門。下流側に、国道54号筋の祇園大橋が架かる。最寄りの駅は、JR 秋町多場駅。右岸側に、長塚八幡宮がある。 大田川放水路整備に伴い1961年から工事開始1965年に完成した。老朽化に伴い改築が検討されている。今日、森川合流地点からこの水門までの大田川中流域約18キロが名水百選に選ばれている。毎年単語の節句頃には多数の恋のぼりがはためいている。大田川は広島市東区牛田町で 大田川放水路と市内派川に分かれる。その分流点すぐ下流側にあるのが、気温水門と大芝水門の二つの水門であり、下流域である、市街地を洪水から防御し、流域の正常な流量を維持する目的で、使用されている。朝北口電一丁目にある矢口第一、水位観測所の観測地によりこの二つの水門は、連動し、平水時は、 大芝水門を全開し、旧大田川に水を流して、気温水門で調整。洪水時は逆に、気温水門を全開し、放水路に水を流して、大芝水門で調整する。そのため、機能としては、水門というより席に近い。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成さ方向へ流れるのが、 大田川放水路で、その最上流が、祇園水門大田川河川事務所。ありがとうございます。